おはようございます。今日は久しぶりのお休みなので、お家で娘とゆっくりしたいなと思っています。朝からねやることがたくさんあってバタバタしてるお家の一日をお届けできたらいいなと思います。あー来た、めちゃくちゃになっている。そして床にうんちが。犯人ですか、犯人ですか。震えてます。やちいちゃん、ベビちん着替えます。タッチして、サンダー、こっちこっちこっち、なんで逃げんの、来てこっち来て、あ来て来て、こっち来て、あーすごい、痛いよ、優しくして、痛いのダメ、なんて言うの、取れない、やめて、壊れちゃう、よし、 OK、 OK、 はい、座って、シッターン、シッターン、シッターン、はい、動くよ、完成です。ご機嫌斜め、完成しました。 JJ を片付けたら怒られました。洗濯第一弾が終わったので娘の洋服を洗って洗濯機のものを乾燥機にかけます。その類なのでそのまま乾燥ルミチンがまだお腹空いてないようなので、ちょっと私の用意を先にしちゃいます。ベビミスト、おベイちゃん、幻のセラご飯食べる、うん、ねえ
顔が完成しました。ありがとうございます。いくよ、いくよ。いや、とりあえず一旦落ち着きました。でめちゃくちゃお腹すいたので今からご飯にしたいと思います。昼もね、夜もね、朝もね、手作りだとすごい疲れちゃうので、今日は私が使っている秘密兵器があるので、それを紹介しつつご飯にしたいと思います。こちらが私の秘密兵器です。こちら三つ星ファームというお弁当スタイルになっているんですけど、これレンチンで5分で食べることができて、でメニューもたくさんあって、なんと60種類以上メニューがあるみたいです。であとね、なんかこれはミシュランシェフ監修のもと作ってるので、本当に味が美味しいんですよ。なので私はこれをよくチンして食べてます。コンビニの弁当とかはあんまり好きじゃないんですけど、本当に味も美味しいし、素材もいいので、ベビちゃんにもあげてます。はい、じゃあ一回チンしてみましょう。でここに書いてあります。500W4分20秒、600W3分20秒、どっちもできるので 600W3分20秒でいきます。じゃーん、チンしました。あと私が昨日作った炊き込みご飯とお味噌汁と、ドージが買ってきてくれた博多明太子を添えました。じゃあ開けていきます。私の推し3つですね。1つ目が、あと一口が止まらない牛のうまみチャプチェ。これね、それぞれ分数が違ったよ。これは4分20秒。じゃーん、おいしそう。チャプチェと添えもちゃんとついてるんですよ。続きまして、コクと旨味のオニオンソースのハンバーグ。じゃーん、美味しそう。ハンバーグ、私ほんとハンバーグが好きで、三つ星ファームさんのハンバーグ何種類かあるんですよ。今回はオニオンだけど、トマトとか、あとデミグラスみたいなのもあるので、皆さんも好きなの選んでください。続いてこれ、ロールキャベツの優しさ豆乳スープ仕立て。これはね、ベビちゃんにとっても良かったです。子供でも食べやすい優しいお味です。添えにね、ブロッコリーがついてるので、ベビチンが好きなので、これをベビチン用と分けていきたいと思います。じゃあベビちゃん用にちょっとずつ取ります。ハンバーグ、ブロッコリーが好きなので、ブロッコリーをちっちゃく切る。このロールキャベツ美味しそう。お野菜もで、チュルチュルも好きなので、これさまが細いのでこのままいけます。はい、なんとベビと一緒に食べようと思ったんですけど、作ってる間に静かだなと思ったら寝ちゃってたので、ベビの分は冷蔵しておくので後であげたいと思います。ということで私だけいただきます。じゃあまず何からいこうかな。大好きなハンバーグ食べます。オニオンハンバーグ、美味しそう。めっちゃ美味しいです。私ハンバーグ、三つ星ファームのセットの中で一番好きぐらい美味しい。めっちゃ美味しい。私が昨日炊いた炊き込みご飯を食べます。こんな感じで、三つ星ファームさんのセットにご飯はついてこないので、私ダイエットの時とかにめっちゃいいなと思ってるんですけど、でもご飯欲しいなって方は自分でご飯炊いたり買ったりすれば、ご飯と一緒にお弁当みたいにも食べれます。でもなんかおかずだけの方が、なんかご飯の分もったいないじゃないですか。でもご飯がない分おかずがたくさん入ってて、しかもダイエット中はご飯食べなくていいし、捨てることもないので、私はこれをめっちゃ食べてました。しかもダイエットにいいのが、そもそもこのおかずが全て低糖質で低カロリーらしいので、ダイエットに最適という。そこから三つ星ファームさんを食べました。私はきっかけです。で結構私が好きで食べていたら、これめちゃくちゃ今回だけの特別企画なんですけど、板野友美と三つ星ファームさんのコラボセットを販売することが決定しました。
はい、私がね60種類も以上あるメニューの中から私が好きな14種類を選択させていただきました。でそのセットメニューがあるのでここら辺に載ってるかなって思うんですけど、私が本当にいろんなのを食べてその中でも好きな14種類のそれぞれのお弁当をぜひ皆さんにも味わっていただければ嬉しいなと思います。でせっかくねそういう風にするんだったらお得キャンペーンもしたいなっていうことで、なんと今私のコラボセットを買ってくれた方には51%オフ1食587円でお買い求めいただけるということなので、あの期間内にぜひご購入いただければ嬉しいです。本当に美味しいので、あとなんかおかずママさんとかも結構ね子供の料理と自分の料理と私もですけど夜ご飯とかもおかず作るの何食も作るの大変っていう時に、三つ星ファームだけじゃなくて自分のおかずプラス三つ星ファームさんのおかずをプラスで追加したりもすごい私はそういう使い方もできるなって思っています。なんで今日はねちょっと昼ご飯作るのが大変なのでお昼ご飯は全部三つ星ファームさんにしたんですけど、夜ご飯とかでもあと一食欲しいなとか、あと添えのおかず欲しいなっていう時に使えるのでぜひ試してください。続いてチャプチェを食べます。私チャプチェすごい好きなの。でもチャプチェ、うん、うん、牛肉が味しみてて超美味しい。春雨が細めなのでベビちゃんも食べやすいと思う。添えの大根も美味しい。鶏肉と大根のなんだろう、なんか優しいお惣菜何かわからない。うんふん。最後にロールキャベツの豆乳仕立てみたい、いただきます。うん、うんふん。これすっごい優しい味なので本当にお子様にいいんじゃないかなと思います。多分本当に塩分とか少ないと思う。うんふん。そしてじゃーん、この食後のデザートのブラウニーも今ならついてくるのでぜひ。ベビチンの洗濯終わりました。乾燥をかけます。食器洗って洗濯も終わりました。今日はちょっとだけネイルが崩れちゃったので直しに来てくれるのでネイルをしてもらって、その後にちょっとだけあるところに行きます。なので着替えました。ベビちゃんが寝てる間にネイルもやりたいと思います。ネイルしてもらってます。チープじゃーん、直しました。パールとハートの可愛いネイルです。逆はこんな感じ。かわいい。起きました。じゃあベビちゃんに食べてもらいましょう。いただきます。していただきますわ。いただきます。よし、これ食べて。はいはい、これあんして。はい、あん、お利口さん、あんして。いけ、おいしい、おいしい。もぐもぐもぐは、今からとあるところに行ってきます。ベビチンもいます。バタバタ準備しました。じゃーん、今日はフグ、おいしそう。フグだよこれにお塩をかけますお塩刺し？刺し？めっちゃかかってます、お塩が。塩をこんなかけて。すごい。で、肝を乗せて、こんな感じ。で、巻いて食べまーす。まりちゃーん。はい。
もういい。今日はなる気もいます。何麺なるきの説明をしろと言われたのでします。なるきは旦那のケンケンの後輩です。もうやめてくださいお前、恥ずかしいな。誕生日は7月30日生まれです。何 30? 7月30日生まれです。私は7月3日生まれです。同い年、同じ誕生日の月です。なるきが3杯も昼飲むって。おいおい、こんな集合がおるぞ。すごい。ちょっと太ったもんね。だいぶ太りました。ちょっともうほんまやめてもらっていいですか。かわいい。手こうやって。クリームパン。ご飯終わって帰ってきました。今から明日からね、ハワイに行くので、その衣装のフィッティングをお家でします。ベビチンの掃除機を。ケママさんがくれました。ブインってなんの？電池入ったの。髪型が変なおじさん来ました。フィッティングのために今日何してたんですか。いや今日オフ。めいっ子と遊んでました今日。ノリ結びみたいな髪。ノリ結びなんだよ。いいだろ。パクソジュンですか。パクソジュン。でで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 。あんな大きくなれない。ウィンして。これをこっちでも。ウィンして。かっこいいじゃん。こっちこっちこっち。こっち。いいね。お兄さんたちがいっぱいやってくれた。おじさんなのかお兄さん。お兄さんだな。それもやって。上手なのか。おい。そこじゃないよ。フィッティングします。はい、ということでバタバタな1日でした。最後はフィッティング終わってベビチンの寝かしつけなどバタバタしていました。ようやくベビチンが寝たので私はこの後お風呂に入りたいと思います。途中で紹介した三つ星ファームは概要欄に載ってますので、ぜひチェックしてみてください。おやすみ。